はい、コズの趣味部屋ようこそ。4日間連チャンでね、フィギュア開封していますけれども、1日目の、スーパーサイジンローゼで、2日目の、トランクスと続いて、今回3日目はですね、トランクスと同じ、造形展開地の、ね、世界大会である、シリーズから、こちら悟空ですね。孫悟空スーパーサイヤ人フリーザ戦の時のね、カメハメハを撃ってる時の悟空、こちらをね、開封していきたいと思います。一応カラーリングはね、白黒とカラーありますけれども、今回はカラーバージョンです。はい、いやこれもねすごい出来良さそうなんでね、造形師はね、このロゼを、作りました、中澤さんですね。はい、なので期待できると思います。はい、ではね、開封していきたいと思います。はい、一応ね箱から開封した状態で、見せますと、こういう感じでね、胴体、で、足で、支柱に、台座という感じで、分割されて包装されてますね。はい、ということで、ではね早速、組み立てたいと思います。はい、ということでね、組み上がりました。はい、こういう感じですね。いやーこれもまたすごいな、これ。いやこのね悟空のこの鬼気迫る表情とかもねすっごいよくできてる、これ。いやすげえな、やっぱ中澤さんは造形がすごい。悟空も似てるね、これね。カメハメハ、すげえ、ね、ほんと放たれてるもんね、カメハメハが。これなんちゅう出来だよこれね。でこのカメハメハすげえな、これ。この格好にいるよね。でももう一つ、ね、向こう側にフリーザとか立たしたらもう最高だね。いやーすごいこれ。いいなこれ。半端ないわこれ。もうシワ感とかね、もうほんとすごいよね。やっぱ造形師の方々はみんなすごい。こういうね細かい破れ方とかね、もう分割されてんのかなこれな。じゃあ、ね、ちょっとこのね百均台座に乗せて、一周回ってみましょうかね。はい、こんな感じでね、まあ、こう飾るとねちょっと上向きな感じになりますけどね。はい、ということでね、いやーこのねほんとねここら辺のねもう3つはもう絶対買おうと思ってね、まあね自分がいつも言ってる中野ブロードウェイって聞いててね買いましたけれどもね。いやーこれはもうほんとねコーツつけがたいね全部ね。もうだんだん飾るスペースなくなってくるよこれね、買い揃えていくとね。いやー久しぶりにねこうプライズ品でね
出来がいいのが出てきてますよね。なんか当たり外れが結構多かったんですけれども、ここに来てね、当たりばっか来てる感じがありますね。いやー、これもね、優勝してもいいレベルだと思ってたんですけどね。さすがにトランクスには勝てなかったか。はい、ということでね、今回は、ドラゴンボールの、からね、スーパーサイヤ人悟空フリーザの時のね、カメハメハを打っているポーチということでね、ご紹介させていただきました。あとね、ラスト1日、もう一つね、ご紹介していくので、チャンネル登録してね、お待ちしていただけたらなと思います。あとね、動画見て、もし よければね、いいねボタン押してください。では、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。